はい、私たちお祭りキャラのユニットオフィスです。よろしくお願いします。せーの、わっしょい。はい、11月25日に発売するメジャーセカンドシングル金魚の金ちゃんがね、発売します。はい、予約開始しました。金ちゃん、そう、あの金魚の金ちゃんなんですけども、あの太鼓のね曲となんかまた似た感じで、金魚の中の金ちゃんのなんか一生でもないけど、なんかそう、金魚の金ちゃんと人間のね男の子が出会った。男の子なの？男の子じゃないの？男の子だ。僕の愛の金魚じゃん。そう、そんな感じで。でもね、ミキさんみたいにね、自分のこと僕っていう女子もいるからね。いるよ。そう、そんななんか楽しいっていうか、なんかもう面白いというか、そうね、なんか曲となってますので、で、あと残りの2曲、夢花火はどう、なんかいっぱい、かっこいいよね。いっぱいお花火が出てくるの。そう、なんか今までの曲の中で一番ロック調が強いっていうか、そんな感じの曲で、あとワッシュインザワールドはなんか私たちがこれから、そう、これから状態からもっともっと上を目指していこうっていう感じの、すごいとてもいい歌詞となってて、はい、なんかそう、みんなも聴いて前向きになれると思うし、なんか3曲ともちょっとずつ違った曲調になってて、ね、でもお祭りの要素が入ってて、ね、すごい、ね、とても良くなってるので、ね、たくさんの方に聴いてほしい。ワッシュインザワールドはなんかそのなんか前向きなっていうところから突然の曲の変わりようで、ね、ええじゃないかって、そう、そう、みんなで楽しんで、お客さんも一緒に言えるとこもあるね。お祭り豊かな CD だね。そう、そんななんかたくさん盛りだくさんのシングルとなってますので、皆さんぜひ買っていただいて曲たくさん聴いてほしいなと思います。それでは以上、私たちお祭りキャラのユニットフェスティブでした。ありがとうございました。バイバーイ。せーの、わっしょーい。イエイイエーイバイバイ。